広島市中心部の冬の街を彩る広島ドルミネーションは来週17日から始まります。先ほどから試験点灯が始まっています。午後5時半、金色のお城をイメージしたオブジェに明かりが灯り、試験点灯が始まりました。今年で21回目を数える広島ドルミネーション。広島市中区の平和大通りをおよそ100万個の LED 電球が彩る冬の風物詩です。今年のテーマはおとぎの国、青を基調とした装飾になっています。今年初登場の大波トンネル、波の中をくぐっているかのような迫力のある写真を撮影することができます。 1.7 キロにわたる広島ドルミネーションは今月17日に点灯式が行われ、来年1月3日まで広島の夜を彩ります。